そうそう、なんかさ、ブーちゃんがさ、なんかダイスの時に一番最初にこう煽り入れるやろ、うん、でみんなジャーンジャカジャカジャーンってやってるやんか、うん、その時に一回シーってやった方がシーってやってみんなこうシーンって静まってからジャーン、あのダイスってどんな入りでしたっけ、シャン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 、そうシャン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 って入った方がかっこいいと思うんですけど、あ、この間言ってた入る時にあのジャーンって終わった後にちょっと間を置いて、ちょっと間を置いてシーって俺がやってからみんな静まるやんか、やっぱりな、うんそれやったんで、ね、なんで、ま、ちょっと喋った方がいい、これも、ま、回ってるパティ、なんだっけ、稲葉さんよくやる、なんだっけ、あーだっけマジあーすごいことすんねいや多分これいいんじゃないかな、音だけ、音と映像とこれで撮れる、自分が撮れるの、テイクで一番上手い人は今から喋るよ、喋れないそんな言われたら誰もが喋れなくなりますわそうです、すいませんね、ちょっとかっこいい。ちょっとかっこいい。見てた？見てた？見てた？さあ、ジャンピング。ピョン。ジャンピング。オットセイのように。なんかこう曲のタイトル言うのってなんかどうなのかなって。ああ、次の続きましての曲。あ、じゃあ続きの曲行ってみようかーぐらいな感じで。ああ。流れで
備 OK です。曲で行っちゃって大丈夫そうですか？大丈夫です。はい、じゃあ曲でお願いします。はい、お願いします。そこじゃない。まだ時間大丈夫ですか？ドラム側のコーラスの開始もうちょっと弱くて大丈夫です。OK ね。OK。じゃあ本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりの、うん、1年ぶりぐらいですね。あ、いやでもそんなにこっちで聞いてた感じはそんなにでかくないです。あのさっき見てね、あげたいなって思ったらまだあげても大丈夫って言ったら、内臓を常に攻撃されてる状態で演奏するっていうのは下げても大丈夫、大丈夫。ケイスケ、ケイスケってあのケイスケですか？そうそう、北海道のケイスケ。あ、両方みんな他にもいるんです。いっぱいいる。あの、マグリンさんの時にお世話になったケースで。あの人、アル中、なんかこの前、あの秘密でビールくれて、なんか。秘密で？秘密で？はい、なんか瓶ビールもらって。僕、瓶ビール買って、あの、両手に持ってすすきに歩いてました。やべえやつですよ。ああそうです、さっきの立ち位置からちょっと外側に2人とも外れると、うん、フレームアウトします。さっきの位置だけで。本当、俺と俺すごい、はい、ね、あ、じゃあもう常にこういう常にセンターマン状態です。やったじゃあでも顔半分だけ化粧しとけばいいんだ。いや、そうっすね。すごい歌舞伎みたいな化粧して楽でいいね。これは書かん方がいいっすよ。いやでもあれですよね、さっきの立ち位置もお客さん入ったら結構ごちゃごちゃになりますよね。どうなるかまだはっきり分かってないから。どうしよう。チケット金苦手らしい。誰です、ドラゴン一流さんって。え、今日来へんかった？いや、来たけどさ、あの、あれ、猫なんじゃないの？僕じゃないですよ。え、違うよ、猫と違うよ。僕じゃないですよ。何、真面目な顔して嘘ついてんの？じゃあ、俺は違うよ。俺は知らない。猫と関係ないよ。嘘。本当本当。だって、自分です。俺はなんか、いや、あのね、あのレイザーラモ HG じゃなくて、あの、住谷ですみたいな。あれ、自称だから。別にそんな好まないんだって。うん、一発目これだったんで、今日見たら飛べた。まあな、合わせやすいし。ちょっと待ってくださいね。あ、見せる。こうやって撮ってたら、今、後で見せますけど、スカートあるんじゃないかってぐらいまで、ちょっと落としとけば。足綺麗なんですもん。あ、ライブ用ロッキンシューズですね。絶対せえ、ほら暑いで。今日はね、ダークな、ね、感じで。メガネかけてさ、いるか迷うんだよね。あ、こんな感じで控え室では皆さん準備をしています。里見なのです。里見なのです。里見なのです。
CD 渡してある？で、次、あの、サトシ、うん、よし踊りしない CD よろしいでしょうか？あ、はい、はい、はい、じゃあ、失礼します。お願いします。よろしくお願いします。はい、あれやってて、これあ、大好き。よし、気合入れ、気合、よし、ひでもどき、はい、声かけて、頑張っていこうぜ。じゃあ、タマさん、生一丁喜んで、でかいハイボールで喜んで、なんだね、おっぱい、おっぱいはジャスティス、おっぱいジャスティス。行くよ、じゃあ。はい、頑張れ。できねえからな。この歌詞間違えたんですか？ちょっと散らすよ、俺。ああ、いいね。あの、あんまり散らす。ただ、今一人で困ってる。超緊張してる。じゃあ、助けに行ってきまーす。レッツゴー。どこで行くか。まだありますね。あともう一ターン。だから、じゃんじゃん。じゃあ行くわ。レッツゴー。どっかもさすがの YouTuber おはようございます。さすがの YouTuber タマ様です。モドキさん、ついに来ましたね。行きましたね。やっていきましょう。ヒデモドキです。いいかな。よし、ろえい、気づけ。頑張ります。じゃあ、えい、レッツゴー。I'm gonna make you mine.
Thank you.
しいことにこの日が早くできるいつであいつに言われることが俺に言われる小さな顔を知ってただけだってことが全部ウェスの愛は語れば俺に言うことが不思議な思い出を見るなら状態でやります。あ、俺サングラス、あ、サングラスかんちょっと、何かな、僕らここでやらせてもらってる時に、あのここヒデちゃんのゆかりの土地ってわかりますか？ヒデちゃんに関連のある、知ってる人、誰かわかる方、ゆかり名前名前じゃなくて、あのヒデちゃんが、ヒデちゃんに関連のあるっていう、誰も知らない、はい、わかりました、はい、ゆかりっていないです。ひでちゃんがここで、あの札幌でライブした時に、あのここのビルのところで飲んでたんです、打ち上げで。でそれで僕らもなんかすごい、何すごい、何すごい、とりあえずすごいでなんかちょっと関連があって、ほんでそれでこの間4月の時にチロリンさんとやらせてもらうことができて、チロリンさんにすごいテンションで、ここってヒデちゃんの打ち明けで使ってたんですよねって言ったら、一言、覚えてないで、まあそうですかね、僕は普通にフェードアウトしてこう、どうもこんばんは、しゃべるとボロが出るバンド、ひでもどき with DSTD ビーバーです。後ろの方楽しんでますか？見えた今。皆さん楽しんでますか？ちょっとね、ちょっとあの温度差があるな、すごい、あ、すいません、あのひでもどき、あのチャジチャジなのは僕だけですあとみんな MC うまいんで、もしかして今日ノートは
ちょっと調子いい。ちょっと調子いい。おっ、おっ、ちっちゃすぎね。今日はね、チャオズ置いてきたんだよね、実は。ちょっと先頭にはついていけない判断して、チャオズは置いてきた。それだけ。俺が今日一番すごい気合い入ったのは、チャオズを見せれるか見せれないか。みんなチャオズ好きですか？大好き。テンさんごめんね。ナッパで一番好きでしょ。最後だな、テンさん。意外とチャオズ好きがいいってよ。俺も好き。大ちゃん。あの皆さんのおかげで、あのね、あのひでもどき with DSTV ビーバーの結成からたくさんね、あのライブやらせてもらうことになりまして、数えることね、結構たくさんやったんですけど、あの本日で2回目のライブになります。ね、あの3回目の、ね、2度あることは3度ある3回目のライブがね、あの決まってますので、あのドラムのたまたまからお知らせをしていただきましょうか。はい、お待たせしました。どうぞ。たまたまです。ね、知る人ぞ知る、ね、知ってる人は知っているけど、10月の1日、ですね、僕のやってるバードルフィンドルフィンというところをね、11周年の記念として、ドルドル音楽祭というのをやります。ホットタイムさんね、この近くのホットタイムさんで、まあ6時から、でね、大体6時間ぐらいかな、11バンド予定で、はい、ライブ見放題、飲み放題、あとビュッフェの食べ放題ついて3500円、安い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 、はい、来てください皆さん、はい、前の安い、そう、このバンドも出ますんでよろしくお願いします。僕も楽しみにしてます。大輔さん、その日あのなんかいろいろやるんですよね。何やるんでしたっけ？あ、バンドですか？はい、バンド3つ僕は出ます。あなたたちもそうですよね。ちょっとあの、おのおの告知させて。はい、いや、兄さんお先どうぞ、お先どうぞ。そう、年上だから。うん、年功序列。10月のライブに、ライブに、ひでもどき と、ボーイバンドと、あと X バンドで出演させていただきます。ですが、よろしくお願いします。頑張って、この大ちゃん。はい、声のテンション。僕も結構バンドに出させてもらいます。1バンドできつく。で、その日僕は、10月でドルドル音楽祭で、このひでもどき with DFTT ビーバーと、スーパーフライのコピーバンドと、で、ボーイのコピーバンドで、また大輔さんと一緒にあのギターをやらせていただきますので、興味ある方ない方ぜひ。あれ歌ってくれる方、今日ここにいてはりますわ。オッケー、みんな楽しみしてそこで小口。あ、じゃあ僕ですね、はい、ついに来ました。猫、はい、8歳の誕生日を迎えました。イエー、はい、僕は、このバンドとあとエグイってやつと、ボーイのコピコのエグイってやつと、あとなんか僕じゃないんですけど、あの札幌であのロスで活動してた N ドラゴンシリュっていう人がいるんですよ。その N ドラゴンシリュっていう人が新しいバンド組んだらしくて、わびさび株っていう後株のバンドなんですけど、まあバンドというかアイドルなんですけど、ちょっとライブやるんで迎えに行く忘れてた俺。今日来てないです、あいつ帰りました。ツイッターでフォローした。ツイッターでください。はい、各見てください、ツイッター調べたら出てくるんで。イエーイイエーイ。じゃあ残すところあと2曲になります。皆さんマイク、マイクいらねえ、マイクいらない。皆さんありがとう。早いか、まだ残すところ2曲となりました。名残惜しいですが、もっとやって。
あのそのうちワンマンでできるたらやります。よし、I'm gonna make you mine.
残しておくのが最後の一曲になります。もう一つ歌物を聴いてください。いけるよ、いこうぜ、みんないけますか。後ろの方もいけますか。皆さん、おのおの OK ですか。じゃあ、ラストソングです。
ません、次控えてるんで。よし、お疲れ。お疲れ様でした。すげえ、どうやった今日。よかったです。マジっすか。ありがとうございます。いや、緊張して、緊張しまくって間違えまくったらごめんね。あ、いいっすよ、出てこれますよ。どうした。いや、詰まってる、ちょっと待って。いいっすよ。いい。お疲れ様です。お疲れ様です。イエーイ。なんか引っかかってる。あ、すいません。すいません。お疲れ様です。はい、すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。やばいね。チャオズね、ありがとう。ぶっちゃん、チャオズ一番目立った。俺より目立った。